このモンストに巨額の金額を投入してるというわけで200万ぐらいの力200万、まあ後悔します。まあ確かにその、うん、めっちゃお金使ってる人いるけど、うん、このね MC をしながら、はい、ちょっと頑張りつつ、そうですね、お給料も少ない中、そうですね、頑張ってちょっと趣味のレベルを超えてしまったので、うん、ちょっと反省はして、まあ、200万大きいですからね。これ見てる学生さんとか、うん、ね、そうですね、まあその中身をね、ぜひ、まあでもその課金だけじゃなくて本当にその暇だったんでしょうね。まあ引きこもり的なその引きニート常に、そうっす、引きこもってずっとやってたから引いてたわけだ。多分見てくれたら分かると思うんですけど、このログイン日数とか全然もついてなかったり、そうですね、まあ運極とかも460体とかっていうのもちょっとまあ結構やってる人とかだったら頑張ってるなっていう風になっちゃうんですけど、ああなるほど、分かんないですけど、その本気でその妄想を YouTube でやってる人とかに比べると、お前はなんでこのレベル大丈夫だ、問題ない何がしたいんだと、確かに、うん、そういうふうなね、いろんな意見もあるかもしれないですけど、僕はもうとりあえず楽しみますということで、はい、今のがまあ個人的な情報ですね、運極とか、うん、ログイン日数とかで、これが言うたらあの運極どんなのを作ってるんだろうなっていうのが、上から200万円かけたデッキというか、まあそのそうですね、あとも暇の時間のこの費やした部分がここに努力かどうか分かりませんが、何年ぐらい ?3 年とちょっとか、すごいやってますね。そうやな、まあ、でも200万円使った割にはそんなにガチャないかもしれないですってことは、やっぱり引きこいつ悪いなみたいな思われてるかもしれない。限定の何でしたっけ名前、モーゼ、はい、もうやってもいいですか。いいやっす。でこれちなみに10で1回やったらくず玉たまるんで、また 5% くる可能性、 5% いいね、よし、音が出ないですね。なんかいろんなね、演出があるみたいなんですけど、どうですかね。止まったら熱い。あー、これもうダメですね。限定ガチャ出ちゃった、すごいね。あ、止まっちゃった。違うの出ましたね。出ますね、うん、これはまあメインで持ってますね。名前忘れましたね。超ソカベなんとかみたいな、あ、戦国、そうですね、ダイビングですね。そうですね、ちょっとおっと、溜まりましたね。そうそう、ハズレがね、50個溜まったらレア確定のガチャが1回引く、それが 5% その確率アップのキャラが出るよみたいなことを今日なんか言ってました。はい、はい、そういうことで、はい、言います。もう一回首回ってほしいけどないですよね、そういうのないよね。カムイ一応限定キャラですね、持ってます。どうぞ行きましょう。まだ行きますか。行きましょう。こっちは10連2回目で出たんですけどね。こっちはレアが出ません。、うん、はい、はい、もう一回いきます、はい、壊れてるわけ。いや、なんかよくわかんないですけど、なんか設定し直したら直るんですけどね。めんどくさいな。これやばいですね、何も出ないですよ、さっきからこれ。ちょっと回したくないな。なんでだろう、さっきは。あと2回行けるんで、頑張りましょう。もう行っちゃいますか。行っちゃいましょう。番組的にも行った方がいいですよね。でもこっちで2体持ってるからな。ぶっちゃけここで行きたくなかったんだけどな。しょうがないですね、無課金なんでね。昔から考えたらね、まあ3日ぐらいになっちゃうんですけど、うん、大事な大事な貴重なオーブなわけですよ、ね、わかりますよね。大学生の方とか学生の方、お母さんのもらったお小遣いのためで、はい、おっと止まりましたよ、言ってたら、はい、違います、スーパーマンみたいなの出ましたよ。本当にもうダメですね。はい、泣いても笑っても最後です。はい、よろしいでしょうか。もう最後で最後であるよ、はい、あるよ、自分を信じていこう。目がポロリっていうのが、でもなんか上10年5回ぐらいで限定キャラ2つ出とるんでね、別に悪くないわけじゃないと思うんですけどね。おっと、止まった、出ないですね、やっぱり。お願いします。さあ、出るのかな、出るのかな。
おっと止まりました。おー早速来ました、出ました、出てくるんですか。モーセでございます。マジで、はい、そんな大丈夫いただきました。あの決してこんなに甘くないと思うんですよ、ガチャほんまに。はい、出ました。うん、はい、これでちょっともうちょっとアップいきます。ちょっと待って、はい、いう感じで、はい、なんと出ちゃったと。そうです。というわけで、はい、今回このような形でお送りしましたが、そしてなんかあんまり、はい、面白くなかったかもしれない。はい、なんか一言最後に。なんかどん、スピちゃん帰ってくるんで。お願いします。はい、共演したいな。はい。というわけでまた、うん、9月始まりました。復活しますんで。そうですね。9月1日から。スピリタス復活イベントあります。はい、またぜひ、ありがとうございます。はい、ぜひ、はい、チャンネル登録お願いします。はい、いろいろやります、今後も。はい、はい、ありがとうございます。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。